沖縄にやってきました。わー、何それー。絶対旅行ってことですか、今回は。そうです。おー、さくちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。これが海だよ。つのまきわためのハバーナイスデイということで、やってきました。お、BMM かりゆし水族館さんです。めっちゃ響く。響いてる。水族館、やっぱ沖縄来たらね、水族館行かなきゃ。そうだね、お魚見たかったよ。 DMM かりゆし水族館は、はい、2020年5月25日に開業。おー、じゃ結構最近なんですね。ね、うん、メインテーマは、うん、最新の映像表現と、うん、空間演出を駆使した新しい形のエンターテインメント水族館。おー、かっこいい。かっこいい。すごいね、映像と空間椅子いいね。ね、雰囲気ぴったりですな、我々に。なんかそうです ね、お腹いっぱいになってね、ちょっと癒されたい気持ちだったので、ね、素晴らしい ね、あの先もちょっと薄暗い感じですけども、ね、どんな感じなのか、はい、行ってみますか。レッツゴー、レッツダウン。暗い、あ、クラゲだ。わあ、うん、わあ、宇宙みたい。わあ、すごい、いいなあ。わあ、すごい、カメラ、うん、すごい。あ、怖い。出たし、ね、風めっちゃ感じた。ちょっとね、高所恐怖症の白神は怖かったよ。もうね、没入してた、めちゃめちゃ、ね、うわーってなった。あの空行ってから、そうそうそう、空行ってうーってなったけど、落ちんのか、どうだ、そうそうそう、来たーって、うわーってなったけど、めちゃめちゃ綺麗だったね。ねー、ねー、すごかった。なんかあっという間だった。ねー、なんか他にもね、うんうん、あるらしいんで。そうね、なんかパターンがね、あるらしくて、うん、今回は首里城バージョンってことでね。ね、いやー、めちゃめちゃ良かった。良かった。他のも気になる。他の気になる。また来なきゃ。そうだね、またぜひぜひ、見てるみんなが行くときは別バージョンかもしれないですよね。はい、じゃあ回ってきますか。行きますか。はい、かわいい、かわいい、もうかわいいね。金色の何か、ほんとの、なんか、なんだあいつ、休んでる、休んでる。なに君は、かわいい、なんだろう君は、あれなんだろうね。あー、ビルーン、きれー。かわいい。なんか食べてんだね。あらららら、来ちゃった。こいつも何？逆さナマズ、サカバンバスピスみたいな。確かに。ナマズ、こんなちっちゃいナマズもいるんだね。え、なんか、え、こいつ逆さまに泳いでる。だから逆さナマズなんじゃない？え、本当に逆さま？いや、でも逆さまの気が、逆さまに泳いでるわ。お腹抜けて泳いでる。変なの。君はアロワナなんじゃないですか？シルバーアロワナ。シルバーアロワナ。ハタネの腰ぐらいあるんじゃない、こいつ。腰？腰、だって足から腰、足の長さじゃねえ、ほら。足はもうちょっと長いよ。ほんまに、だってこれ2匹分で渡るじゃない？確かにね。ポルカドットスティングレイって。おい、ポルカじゃん。こいつじゃん。こいつポルカだ。ポルカドットスティングレイ。おい。ポルカ今ほら、壁はうからさ。ああ、もう低気圧でダメな。もう電気圧でもう砂でバタバタするしかない。今日はダメ。寝てる。おしまい。名前かっこいい。オマルポルカドットスティングレイにすればいいよ。解明しよう。ね。ね、あいつかわいい。体でかくて目ちょんでお口パクパクしてるの。
ね、小顔だね、なんかね。ね、なんか口が。そう、ハババみたいな。優しそうな顔してるわ。ね、目もいける。あ、これガジュマルじゃない？これもしかしてガジュマルさんでございます？あ、ガジュマル、ガジュマル。この根っこはガジュマル。ほんとだ、ガジュマル屋さん。よ、ガジュマルよ。大丈夫？高いところ。わー、ちょっと怖いね。ちょっと怖いの？ちょっと怖いね。あ、ごめんね、ごめんね。あ、でも、すごい上からも見れる。ほんとや。水きれいだな。めっちゃきれい。雰囲気がいいね、すごく。ね、うん。さてさて。何がいるでしょう？何がいるで、魚。あ、ハゼかい？ハゼだ。あ、飛んでるハゼだ。かわいい。こちらね、ぴょんぴょんしながら移動するんだよね。かわいい。移動の仕方がぴょん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 って。ぬめぬめしてるね。ねえ。君はテトラオドン。ファハハリ。ファハカ。ファハカ。ファハカ。ね。セブンスポットアーチャーフィッシュ。アーチャーフィッシュ。我々の名前よりかっこいいね。解明する？解明する？スノマキテトラオドンはためスノマキおどん、おどん、おどんでいいの？ファタメ、ファサファタメ、ファタメちょっといいな、かっこいいやん、かっこいい。あ、ペンギン、かわいい、ちっか、ね、ちっかいね、ね、ね、あ、あ、パタ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 、プルプル、羽ばたい。戻れないやん、それ戻れないやんけ、かわいい、こいつなんか孤高のね、孤高のペンギンみたいな、ね、眠そうな顔してるかも、ね、眠しょぼしょぼしてる、眠いね、なんかありがとうね、ね、穴があるんだね、家かな、ね、家みたいな、なんかどうなってんだ、かわいいね、ね、眠いね、ちょっと毛繕いしてるわ、あ、あ、あ、プル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 、なんか出た、おいで、うんちやった、うんち出た、うんちした、あ、あ、あ、ご移動されますか、うんち出たからすっきり、すっきりしたので、ほらほらしてる、へぇ、ほんとや、ほんとなんかいる、温めとる、温めてんだ、初めて見たわ、かも、うん、君たちは何なんだい、ボディーガードかい、いや、立ってるだけです、立ってるだけ、立ってるだけです、ボディーが立ってるだけです、あ、かわいい、隅っこが好きなの、隅っこがいいんです、メメがうーん、みたいな顔してる、かわいい、あ、どうも、あ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 、どうも、あ、どうも、どうも、おお、こっち見た、こっち見た、なんですか、それはと、キャメラです、キャメラです、なんだい、キャメラってなんだ、なんかわいいね、お腹も反転なの、かわいいな、ね、みんな模様が若干違う、ね、色と模様がちょっと違う、うん、ペンギンはいいな、癒しだな、ね、立ってるだけでかわいいね、さてさて、ちょっと暗いところに、暗いエリアに来ましたよ、行きますか、これは一体何、暗いエリア、え、何、なんか下に大丈夫か、え、何、え、何、大丈夫だそう、え、大丈夫そう、これ無理、あぶちゃんいけ、あ、無理、これはね、白髪は無理ですね、あ、無理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 、うわ、まあ、下にいるんだ、え、下にいる、え、これガチ、映像じゃなくてガチ、ガチ目、これでいいやつ、ガチ目、靴を脱いでお入りください、靴を脱いでお入りくださいだそうです、いってらっしゃい、行ってらっしゃい、靴脱いで行っといで、ちょっと怖いね、すごいね、これ落ちないよね、えぇ、ー、わ、すごい、落ちないわ、すげえ。不思議な感覚、うわ、なんかでっかいのいるよ、ね、やばいのいるで、わ、でっかいのいる、あれなんだろうね、サメかな、わかんない、わかんない、わかんない、うわ、すごいぜ、うわ、臨場感が、すげえ。わぁ、すごい、サメ、わぁ、ちっちゃいのもいる、よちよち、わぁ、近いとこ、わぁ、乙女の後ろストーカーしてる魚いる、ほんとやついてきてる、ついてきてる、ついてくるな、すごい、あ、どっか行った、すごい透明度が、ねぇ、すごいね、ねぇ、こんな、だからめっちゃリアルに見えるわ、ほんとすごい、曇ってたらもうちょっとね、なんか、ね、
怖さが半減するけど、綺麗すぎて、ね、綺麗すぎて、わ、ちっかいね。マーメイドになったみたい。わぁ、はぁ、え、足元割ったのか。私マーメイドかも。うるせぇ。ほら、エイも歓迎してる。わ、ほんとだ。これは楽しいね。でもそこに立ちたくはないけども。おいでよ。いや、マジで怖い。ほんと怖い。すごいと怖いがね、どっちも来てる。これは泳いだら気持ちいいだろうな。いや、気持ちよさそうだよね。うん、泳げないけどね。泳げないの。うん、何だ、いつも。すごい、エイリアンみたいなでかさだよ。ほんでかー。ちょっとじゃあ、キュッ、はっ、片足で無理。すごい。乗ってみなよ。いや、無理。手つないでいく。怖い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 。手当てすごいよ、今。おー、ほんとや。手当てすごい。しっとりしてる。やめといた方がいいかも。でも全然乗らない。ここから見る景色もすごいよ。ほんと綺麗ね。うん、マジでさ、透明度高すぎる。そう、だから、ね、すごいリアルにね。そうそう、ね、また雰囲気もいいよね。上にいる魚はさ、逆光でさ、影みたいになってるけど、ね、下のがすごいクリアに見える、ね、そこに気づいちゃいました。気づいちゃった。これ楽しいね。お目が高いですね。どちらの方。じゃあ乗っていただいて大丈夫ですよ。叫んでいいならいいよ。それはちょっと怖い。あーって言うよ。あ、だめ。規制は困ります。うわーって魚がバーっていくかもしんない。止まれちゃうかも。あれ、弱すぎる、怖すぎる。ギャーパリー、ね、でもほんとさ、あいつがさ、でかすぎてさ、ね、すごいね。化け物感すごいよね。ほんとにって感じするの。ね、自分の足元に寄ってくるからさ、ね、さらに怖い。獲物だと思ってんのかな。うわー、勘弁してくれ。なんかまたこう、これ新しいね。新しいし、すごい楽しいし、ね、大人も子供も絶対楽しめる、ここ。ねえ、ね、マジで怖いけど、すごく綺麗。ふぶちゃん、あかんかったか。ダメだったー。ダメだったか。勇敢だったよ、ためは。すごい。でも、そうでしょ、マーメイドですから。いや、ちょっとそれよくわからん。ここは、なんと、お魚に触れるらしいですよ。お、洗うとこあるね。ほんとだ、ちゃんと洗うところもある。ちょっと触るの。すごいね。頼みます。へぇ、いやー、ザラザラする。へぇ、あ、え、いた。なんかチクチクする。サメ肌。サメ肌、なんかザラザラする。え、触んない。怖いよ。怖くないよ、全然。食べられそう。こいつが可愛いな。へぇ、可愛い。エビいるよ。エビ？伊勢エビみたいなのいる。ね。あ、青いエビがいるよ。興味ない。エビ興味ない。かわいい。え、エビに興味あるの？まとめだけ。めっちゃ触ってるやん。超気持ちいいよ。でもね、やっぱね、横に擦れると、なんかジャラって感じ。プニプニしてる、すごい気持ちいい。プニプニ。そうそう、プニプニしてる。ドクターフィッシュもいるよ。あ、ドクターフィッシュ。え、このままの手でいいのかな。食べてもらったな。なんか綺麗にしてくれんだよね。ほい。ガラ、ルファ。え、くすぐったいよね。一回足のやつやったことあるけど、ダメだったもん。くすぐったくて。あー、角質めてくれてんだって。いいぞ、持ってやれ。いや、マジこんな笑い出るから。もう一回、もう一回。メモじゃ、俺よ。やだ。もう一回正しいなら一緒に入れようじゃ。やだ。なんで？子供へも、やだ。気持ち洗いに行きましょうね。やだ。洗ってね。よいしょ、拭いて。え、どんどんとは猫ためも触ろうよ。結局や。いや、そうだよ、そうだよ。一緒にやろう。いいよ。はーい。失礼。全然痛くとかないね。はい、じゃあ次。こしょばい。え、でもこれはなんか気持ちいいよ。一緒にさ。いいよ。怖いから。うん。
こことかピッピッて。そんなピッピッ、うん、全然ないでよ。全然大丈夫だよ、こっちにいるから。ほらほら、ね、ちょっとザラッとしたら横に滑らすと、で、この辺とかちょっとプニプニってする。ほら、あー、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいね。どうだった、ちょっと癖になんない、この触り心地ね、ぐるみとかじゃん味わえないね、この感じ、ね、このザラッと感とブニッと感ね。いや、これはちょっと体験してほしいな。あ、かわいいしょ、かわいいよ。コツメカワウソくんだ。コツメカワ、あ、なんかくるくるしてる。コツメカワウソちゃん、あ、すごい元気だね。アクティブだね、君ね。喜んでるのかな、どういう感情なんだろう。2歳なんだって、まだ若いね。若い、若造だね。若造だ、女の子じゃないの。若子だ。若子だ。何してんだろう。わかんない。なんかゾワゾワしてるね。持て余してんの。ね。ね。何のくねくねなんかくねくねしてる。何？何その動き？ね、その悩ましい動きしてるの。ね、そのペタンな動き何？誘ってるのか。誘ってるのか。どうしたんだろう。すごく喜ぶんだね、君ね。ね。じゃあ次は動物エリアということで、何がいると思う？動物、水族館に動物がいるってのがね、そうもんね。わ、わ、鳥。わ、なんだろう。君はなんだい？ヒムネオオハシ。ヒムネオオハシ。わ、すごいちっか。もう色合いめっちゃ綺麗だね。なんか黄色と赤でね、おしゃれさんや。ね、青も。お、すごい。目元が青い。ね、可愛い。あ、何？え、何何こいつは。何？ムツオイ、アルマジロ。え、裏返ってる。待って、裏返ってるの初めて見た、アルマジロ。これ寝てんの？寝てんの？やば。どういうポーズなんだろうね。かわいい。アルマジロって、あの背中なら見たことあるけどさ。ね、お腹は初めて見たかも。こんなリラックスするものなのかい、君。ね。ね。すごい。ピクピクしてるよ。昼寝中や。ね。ね。なんかピクピクして。起こさないでくださいって。かわいい。あ、ぶら下がってるよ。これはもしや本物？本物でしょ。生きてる。ナマケモノさんですか。あ、あ、向こうにもいる。動いてる。腹筋やってる。こんな近くで初めて見た。ね、君は本当にノスタ。腕疲れないのかな。ね、足も引っかかってるわ。本当だ、足も引っかかってる。爪がすごいな。ね。顔見えないかな、向こうの子。向こうの子は見えるかもしれない。ね。あー、ね、あー、かわいい。なんか食ってるわ。なんか、もぐもぐしてる。かわいいんだが。うめえな。どうもー。どうもー。ちょっと寝るねー。よいしょ。壁際がいいよね。何の用なんだい、今日は。こっち見てるわ。何なんだい、君は。羊です。羊は知らんな。知らないっすか。知らない。鼻ピカピカですね。見たことない、ありがとう。ちょっと眠くてさ。ね、眠いんだ。そう、寝かせないけど。なんで夜はこれからだよ。夜に寝たいでしょ。すごいね、こんな丸まるんだね。ねえ、なんか木にぶら下がってるさイメージしかなかったから、ね、こんな下の方でさ丸くなってんだね。初めて見た。ナマケモノくんってペロって、あ、かわいい。かわいいね。ペロペロしてる。こっちずっと見てる。ね、めっちゃ、あ、うん、かわいい。どうしたの？ナマケモノかわいいかもしれない。ね、かわいいかもしれない。やばい。魅力に。ちょっと癒されるかも。気づいちゃったかも。ね、こっちにさ、なんかでかいのいんの。どうも。これなんだ？君は何？桃色ペリカン。確かに、桃色だ。髪の毛ふさふさじゃない？ふさふさだね。髪の毛がわからんけどね。ね。水かきが、あ、ほんとだ、水かきが、スバちゃんみたいな話してる。ジュバ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 、ハイロジュバです。え、スバちゃんの足こんなんだっけ。スバちゃんの足こんなんだよ。お、そしてこっち、ミーアキャットだ。あ、立ってる、どうも。ミーアキャットさん、ごめんね、カメラね。あ、カメラ目さん送ってる、もしかして。あれ、女優さんかな。女優さんか、ミーアキャット。かわいいね。かわいいね。ねえ、こういうのかわいいな、こいつら、隅っこで。座ってんの。座ってんの。おっちんしてんの。かわいい。あー、毛づくろいしてんの。かわいい。尻尾結構長いんだね。ね、あ、あ、あ、
あ、ほら興味津々。やっぱこいつがさ、なんなんこいつがね、カメラ好きすぎで、お釣りに来たで、うん、ご飯なんだ、めっちゃ釣りに来てる、めっちゃ釣りに来てる。あらららなんかファンサすごいな。ね、ファンサ、あ、すごい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 、ファンサがすごい、ねえ、もうこいつがすごいね。ねえ、ねえ、やばいな、みんなちょっと永遠と見てられるね。ねえ、こっちはなんだ、かわいい。こっちは、あ、カメだ、アルダブラゾウガメ、アルダブラゾウガメ、アルダブラゾウガメ、ケズメリクガメ。へえ、カメだ、でか、足がかわいい。甲羅が立派だね。え、立派だね。みんな大丈夫か、みんな、みんな、みんな念にしてんのかね。床になってる。ねえ。あんま大きい声出すとあれか。はあ、フクロウがいます。あら、あ、ほんとだね。フクロウちゃんだ。フクロウだ。君は可愛いね、フクロウちゃん。寝てるの？寝てるんじゃないかな。まず切り口がほんとに梨。色合いといいさ、すごい梨に見えるんだよね、フクロウちゃん。寝てんね。そう。顔が半分で。そうそう。リンゴか梨半分に切ったみたいな顔してる。かわいい。ね、なんか笑ってるみたい。そうそう、ニコってしてるみたいだね。ね。ニコだって。すごい。尻尾長いね。結構大きいんだね。ねえ、大きいんだね。ね、かわいい。あ、喋ってくれてる。ゴゴゴゴゴゴ。こんにちは。こんにちは。あわわわわわって。こんばんは。こんばんは。なんか喋ってる。すごいね。インタビュー答えてくれてるよ。ね。あの、本当にありがとうございます。お時間ない中。いや、いいですよ、本当に。いや、かっこいいですね。色がとっても綺麗ですね。美しい黄色が入ってるのがね、素晴らしいと思います。あ、青も入ってます。よく言われます。あ、やっぱり永遠と会話できる。そう、ずっとずっとだって、うわーって答えてくれる。イマジナリー会話。イマジナリー会話。わあ、1階もすごいね。ね、1階に来ましたけども。1階に来ましたよ。わあ、なに君は。フグみたいなある。フグかな、ちっちゃいフグ。かわいい。あの、ペチャペチャしてる。超かわいい。あのヒレって意味あんのかな。本当に。ちっちゃすぎて。3本進めてないけど。すごい。え、なんか、アンテナついてるよ、2本。角じゃない？え、角巻きってこと？巻いてないからな。なんか、おちょぼ口だね。角だし。こいつ見て、口がさ、ってなってる。本当やん。ね、なんか醤油差しみたいな。色が綺麗。黄色っていいね。そうだね、いいね、やっぱね。いい色だ。わあ、何こんな。君、待って、一番醤油差しじゃん。本当や。一番醤油差。待って、チーズの方がいる。え、どこ？砂の中。あ、ほら。え、めっちゃ可愛い。ちっちゃ、お前。こんなちっちゃいんだ。チーアナゴこんなちっちゃかったんか。可愛い。めっちゃ可愛い。ちっちゃいのいっぱいだ。ね、ニョキニョキ生えてる。すごい。なに君たちは。縦になってる。なんか縦に並んでる。なんで。え、なに君たちは。アユ、アユなの。へこアユだって。不思議。え、直立してるの不思議すぎる。ね。さて、お家はなんかね、ゆらゆらヘラヘラしたものが、ね、海感ありますな、ね、ちょっと癒し。なんだろう。ね、私なんか向こうは黄色いよ。あ、ほんまや。黄色とか黄緑って、ね、黄緑っぽい。水クラゲ？ちょっと毛色が違いますね。ね、ちょっと違う。ね。これは何？なんか、え、何ここ？この感じ。わー！すごい！綺麗な。めっちゃ綺麗。鏡張りだね、全部。ね。すごい空間だ。なんか。わあ。ダンスレッスンとか、ね。ダンスレわかる。ダンスレッスンのスタジオのミラーだけど。すごいね、なんか。あ、色変わったよ。幻想的な世界だ。マーボーになったよ。マーボーじゃねえな。マーボー？あ、マーブルってこと？そう、そう。マーボーって何かと思ったよ。マーブル。ここの梨か、すごく涼しい気持ちになる。確かに。ねえ。涼しい気がする。ねえ、なんか不思議な空間にいる感じ。ねえ。うん。チルってやつ。いや、チルってるわ、これは。チルるってるってやつ。チルってるってやつ。はい、さーい。わあ、すごい。人でくっついてる。ほんとだ、人でくっついてる。うわ、上も、うわ
あ、今度は見上げる。見上げる感じ。こんなお魚を裏切ることないよ。ね、お腹丸見え。ね、お腹丸見えやな。いい、でっか。ね、やたらでかいのいるな。めっちゃでかいのいるな。コブダイなのか、なんだろうあれ、青、青なの。唇がすごい。なんか、うーってなってるね。うん、唇、うーって、うーって。ね、君は何なんだい？羊と狐が来たのかい？来たのかい？でもさ、こんな海にいて出会ったらビビり散らかせよな。ね、だからちょっと怖いよね。ね。若干ね、海洋恐怖症なの。あ、そうなんだ。これは大丈夫だけど。うん、でっかいやつとか見るとね、うわーってなるよね。そう。うん、でもすごい綺麗。まだ大丈夫。え、でもこいつ綺麗だな。この白いの、白と黄色のやつめっちゃ可愛い。やはり黄色なんだな。ね、黄色可愛いやつ。ねえ、こいつマジででかすぎる。こぼちゃん色。こいつ？もう綺麗やん。もう綺麗。コバルトブルーやん。え、でも若干黄色も入ってるよ。確かに。なんか黄緑っぽいしね、尻尾のとこね。ね、黄色。ね。うわぁ。ここもすごっ。うわぁ。あ、上側の。上から見た。うわぁ。ここでなら見れるね。確かに、ここでなら。あ、いいね。癒しだね。いいね。うん。みんなのびのび泳いで。チルってる？チルってるわ。これは癒されるね。ねえ。うん。光が綺麗。チルれるわ。チルれる。チルれる。安水族館。楽しかったね。いや、ほんと楽しかった。どこが良かった？結局白壁乗れなかったけど、うん、あのガラスのところが本当にすごかった。確かに ね、 ね、あとやっぱ触れたの良かった。触れ合い、あー、テンション上がってたもんね。ムコザメ触るの初めてだったかち。他にもね、お魚ちっちゃいのとかいたから、うん、ちっちゃいのも触りたかったけど、やっぱそれがすごかったね。ドクターフィッシュもさ、やったことなかったからさ、ね、あれはちょっとみんな体験してほしい。臭いになる。そう、あとネコザメマジで気持ちよかったんで、みんな触ってください。プニプニだったね。超プニプニで可愛かった。ね、うん。確かに。わためはどこが良かったですか、一番。怠け者。怠け者、そこか。距離が近かったんだよ。ほんとほんとほんと。ね、お触りできるんじゃないかっていうぐらい、ほんとに。やっぱ近くで見ると、なんか、可愛さが、ね、増すよね。増すね。持って帰りたい。いや、ほんと持って帰りたい感じだった。怠け者持って帰りたい。つぶらな瞳だったね。さっきあのくちばしでかかったやつが。あ、ね、あいつ、あの鳥いいなって思った。めっちゃ綺麗だったしさ。綺麗だったね。桃色ペリカンは？あー、ペリカンも可愛かったよ。ね、ミーアキャットも良かったもんね。あ、確かに可愛かった。あとチンアナゴ。チンアナゴね。チンアナゴ可愛かった。素晴らしい。素晴らしいとこでございました。チルできましたか？いや、チルれました。とても癒されました、本当に。ハイサイですか？ハイサイで、ちょっとよくわかんないけど。また、これまで行ったことのある水族館とはまた本当に違った雰囲気で、ね、初めて来たけど、ね、映像もすごかったからね。そう、映像も本当にすごかった。世界観の作り込みがすごいいいなと思いました、うん、新しい水族館でしたね。はい、ということで今回撮影に協力いただいた DMM かりゆし水族館さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もちもちポーチかわいいね。あれ、お魚くんさん。お魚くんさん。あれ、リュックも可愛い。優しそうな顔してるわ。ね、これ白神大おすすめセット。いや、これでしょ。着ぐるみシーサーキーホルダー。着ぐるみシーサーキーホルダー可愛い。2日目。はい。お疲れ様です。いや、お疲れ様でした。いやー、どうでしたか？いや、もう大満足でございますよ。ね、もう夜ですよ。あっという間だったね。あっという間だったね。一日あっという間すぎた。本当にね。ねえ。楽しい一日でございました。そうですね。はい。じゃあもう今日はこのまま寝る感じですかね。そうだね。はい。明日最終日。そうか、明日はちなみに何をするんですか？明日はお買い物しよう。お！確かに、そうね、お土産とかね、いろいろ買って帰りたいし、ね、お店もそういえば見てないもんね。そうだね。確かに、いろいろ買おう。何買いたい？アロハシャツ。あ、いいやん。アロハシャツとかなんか面白いやつ買って帰ろう。あ、いいね。ね、面白いやつ買おう。そう。面白 T シャツが欲しい。面白 T シャツ、うん、何？でもなんか、あれだよ、通ってるさ、女の子がさ、なんかあの、スパムのさ、うん、T シャツ着てたりしてたよね。ね。
スパム T シャツ。あれなんか多分トレンドなんじゃない？トレンドなのかな？多分。なのかな？女子高生が着てるってことはそうなんじゃない？そうなのかな？じゃあちょっとね、それも見て帰りましょう。そうしましょう。面白いものあるかね。ね。はい。ということで、じゃあ寝ますか。寝ますか。おー、じゃあ。めっちゃ眠れそう。そうだね。眠れそうだ、今日は。バギーで爆走して、水族館で癒され。ね。ね。昨日はワンピース談義でね。そうだ、ワンピース談義で盛り上がりすぎたけど、ね、今夜は果たしてどうか、ワンピース談義するか。まあね、お風呂入って寝ますか。そうですね。まあ、とりあえずお風呂入ってね、明日もね、早いのでね。そうだね。はい。じゃあ、おやすみー。おやすみー。おはようございます。おはようございます。宅建家の朝は早い早いね早い早いね、まだ眠いね、鼻が詰まってるよ朝だから朝やな。うわ、このままだ寝ていいんですよね。ダメだよ。なんで？この拠点とは、うん、おさらばなんだ。もういいお部屋だったね、ほんと。ねえ、拠点だった。お別れの挨拶でもしとくか、わかめ。やっとくか。やっとくか。じゃあそこにちょっと、じゃあ土下座してもらって。はいはい、あ、土下座。はい、そこに、じゃあそこに土下座で、はい、どうぞ。くそ、お世話になりましたどこに行くのかな。どこに行くのかな、ほんとだよ。ねえ、もう今日はこのまま帰っちゃうのかい。いやいやいや、なんだい。まだまだ観光タイムがあります。そうだそうだ、昨日観光するって言ってた、忘れてたよ。そうだよ、よかったよかった。私との観光デート忘れないでよ。ごめんね、忘れちゃってたよ。忘れないでよ、カメラ回さないで行くって言ったじゃん。ああ、もうなしで。そうだよ、完全プライベートの観光。そうか、じゃあ言ってないけど。言ってないな、聞いてないなってことは国際通りに行くということ。そう、おデート。僕とおデートしましょう。それはちょっとやだな。なんでよ。それはちょっとやだな。なんでワタメイトたち引き連れていくわね、勝手に。なんでよ。置いてく。入れてよ。そう、じゃあ一緒に行きますかね。ね、と面白いものいっぱいあるっぽいから。ね。なんかね、ネタになりそうなやつも。買って帰りますかね。じゃあ行きますか。はーい。行ってきまーす。行ってきまーす。つのまきわためのハバーナイスデイ。観光楽しかったね。ねえ、楽しかったねやー。ねえ、よかったー。何買った？とりあえずお土産のチンスコを買った。同じくチンスコを買った。ねえ、あとサーターアンダギーの粉がね、もう多分またどっかにあるから買っていこうかなと思いまーす、うん、いいね。はい、 T シャツも買ったね。いや、 T シャツ買ったね。ねえ、ねえ、かわいい T シャツ。あいつ可愛かったな、ね、あのよくわかんないパリピパイナップルサングラスね。あ、またお揃いで。そう、つけようよ。お揃いでパイナップルつけようってつけようよ。ねえ、ちょっとなんかどっか知らないの、パイナップルのようが聞こえそうだけどパイナップルサングラスを色違いでね。ね、色違いで。なので終わりなんですか、もう旅行。もう帰るだけ。ここ旅行終了のお時間です。終わりなの。終わり、悲しい。いや、もっと行きたいとこあったんだけどね。ねえ、海とか。いやーね、潜りたかったねー。ねえ、ねえ、まあでもいろいろしたよね。結構バタバタだったね。ね、バタバタだったよね。あっという間だったな。沖縄旅行、あ、接待旅行どうでしたか。いやー、満足度高かったですね。本当ですか。はい、ちょっとまた来たいな、第2回沖縄。じゃあポケカやって、ポケカやって勝ったら。そう、勝ったらまた沖縄か。また行きますか。あ、行きますか。海いいですな。ガジュマルのように。ガジュマルのユニを目指していく。海を目指してポケカ戦ってくださいよ。戦って行きますかね。改めはどうでしたか。いや、楽しかったね。なんだい。そんな気持ちだけありだろ。ねえ、楽しかったな。天気良かったね。確かに天気はめちゃめちゃ良かったね。びっくり、どんどん良くなってね。ハバナイ初のこんな、いや、ほんとよ、いいお天気。でもね、うん、帰ったら雨ですよ。やだな、雨だし寒いし。そっか、寒いもんな。いや、沖縄ほんと暖かかったね。あったかいね。ちょうど良かったね。自然がいっぱいで良かったな。いや、良かったね。楽しかったもんね。チル、チル、めちゃめちゃチルでございました。チルでございました。はい。いや、あ、じゃあ締め。
お願いしてするんじゃなかったのか今のは。今のは本当にするんだ。またゲストに任せなのね。そういえばそうだよ。お願い今チルってるから今チルってるからちょっと気合い入れろ。ということでね、2人の沖縄旅行、皆さんいかがだったでしょうか。まだまだ行きたいところはたくさんありますが、次回にとっておくということで、ね、バギーも水族館も観光もですね、もうほんとご飯も美味しかったです。美味しかったね。ありがとう沖縄。石垣牛、石垣牛美味しかったね。あの肉も美味しかった。エビも美味しかったしね。エビうまかったね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後いつもので終わりましょうか。いつもの流れで。絶対ここなんだよな。もういつもの順番で。それもそれも調べるのができますよ。はい、せーの、ハーブナイスデーメソーレーメソーレも最後まで見てくださりありがとうございました。接待旅行で、ございましたが、一番はためがはしゃいでたと思います。バギーの視点もうグラグラで、絶対グラグラで喋っちゃった。いつも喋るヘルメットグラグラだった。ヘルメットグラグラのガバーバだったからね。角外せつの確かに。まあね、まあ、次回もし沖縄旅行さ、ね、するってなった時のためにおすすめスポット、皆さんぜひコメントなどで教えてください。まあ、今度来た時にはシュノーケリングとかもいいなと思っております。ねえ、ね、さてじゃあ次回のハバナイスでは何なんだ、何をするんだ今度は。渡辺大爆発お楽しみに。